おはようございます。簡単マイコン教室、おちゃん先生のおどりです。木金土はメタバースをテーマに、今は国土交通省さんのプラトーっていうのの、特にスタートガイドを順番に見ていっています。スタートガイドだけでもですね、結構重たくて、今ここに出てますが、とすごく重たくて、で、先週いろいろ読んできて、なんか今日ネット自体、インターネットっていうか、うちのネットワーク環境良くないのか重たいですね。画像が全然飛んできてませんが。スタートアップガイドの中のチュートリアルじゃなくて、これを見てるんですね。この基本データ。で、これを見出して、これがなんと4部作で、やっと昨日とついでこの1の4を見終わって、今日から、このなかなか本当画像が来ないですね。4分の3の方がさっき来ましたが、2の4を開きたい。2の4がなかなか開かないですね。ちょっと画面をその間に大きくさせてもらいましょう。はい、2の4来ました。画像が飛んできて2の4これですね、はい、ちょっと止めますね。はい、で2の4が上がってきて、で、ここでできることは 3.3 章ですね。シティ GML データの詳細というので、まあ、データの中、大枠は 3.1、3.2 で終わったので、さらにそこをディテールですね、詳細を見ていきましょうということで、データ構造、ストラクチャーを見ていくと。札幌市、比較的多いデータが札幌市を題材としますと。建物によってどのような属性がついているか違うので、札幌大通郵便局を例としましょうと。建物が含まれている特定、説明したように命名規則はこのようになってますよと。なんでこれコピーボタンがついてるんですかね。とこれになってます。一応コピーしておきましょう。で、メッシュコードを先ほど説明した地図のこれで調べますと。ちょっと復習しましょうか。これをコピーして、でこれで検索するとサイトがヒットします。はい、で私はログインをしている状態ですが、ここで何を調べたいのかというと、札幌市の札幌大通郵便局、これで検索するとヒットするんですかね。これですると大通りが出てきました。どれなのかな。ずっと大きくしていってみると、郵便局ってあるんですかね。はい、市役所郵便局、区役所を探してるのか、郵便局ですよね。見つけれないだけかな。ちょっと大きくしましょうか。市役所、時計台、もうちょっとずらして、これでこの中央庁舎の中に入ってるんですかね。ちょっと見つかってくれないので、ここだろうということで、でそれでこれのテーマは、この郵便局がある場所のこの6441427-8っていうのを見つけるので、それはここからメッシュを選んでラベルをピッてやってあげると、その建物を囲んでいる、今赤い線出てきましたね、この線です、これが出てきて、札幌のここは6441427-8ということで、これと一緒になりましたというふうになります。地図若干変わってるんですかね。同じところを見てると思いますよね。これと
これ、およそ同じと、およそっていうか、完全に一緒のところだと思います。もう、こう切ってあって、こう番号ついてるんで、これの番号を変えたりしないと思うので、はい、確認しました。で、建物なので、ビルディングで、と確認展開した、これ展開しただから昨日見つけるとこまでやったんですけど、ちゃんとダウンロードしなきゃいけないっぽいですね。ちょっと戻って、戻ると時間かかるかな。オープンデータを新しいタブで開いて、で、ここに行って、で、北海道の札幌市に行って、これの中の CityGML、これをダウンロードなんですよね。で、これダウンロードなんですけど、すごい時間かかるんですよね、これ。今、1件のダウンロードで 2.8 ギガあって、今の速度で5、6分かかるって言ってるので、まあ、これをダウンロードして展開したっていうところから話が始まってます。ちょっとそれの前段階、ダウンロードしてなかったのであれなんですが、今ダウンロードしていて、これのビルディングのこれというファイルがあります。これが北海郵便局が含まれている、札幌大通り郵便局が含まれている CityGML ですと。これになるのか、ビルド。この上と下で、ああ、そうか、これが区画のビルディング。はい。今、ダウンロードしているファイルは、札幌市全域が入っていて、その中の、これのビルディングっていうファイルをこの構造の中から調べようということなので、ちょっとダウンロードしてみなきゃわからないですね。ちょっとダウンロード、まだやっと 25% 弱ぐらいですから、まだまだですね。私の頭でちょっと隠れてるんですけど、こうやってわかるかな。ここにまあダウンロードのインジケーターがあるんですけど、まだやっと4分の1ぐらいです。と、これの CityGML は XM 形式で、テキストエディターなどで開いても確認できますと。サイルが大きいもの、構造自体はシンプルで、おおむね次の構造をとっています。リスノートの 3.1。なんかメモがいっぱいありますね。見てほしいのはここなのかな、リストの 3.1。リストの 3.1、これですね。で、それのファイルを開くと、XML 名前空間の定義っていうことで、コアシティモデルっていうので、このあたりは都市災政と、この辺も全部共通なんですかね。ビルディングの 2.0 とか CityGM の 2.0 とか、バージョンのことを書いてあるんですかね。で、座標系のデータで、これは札幌市のデータが入ってるんですか。で、テクスタの茶の情報、建物の情報、で、コアシティオブジェクトメンバー。このくくりが一つの辞書の地物っていう言葉も、これ地物っていうのも、これも専門用語じゃないかな。こんな言葉日本語であるんですね。聞いたことないんで、ちょっとこれを調べてみましょう。地物、地物、地上にある自然人口のすべてのもの、軍隊ではって書いて、軍隊関係ないのこれですね。あ、これか、GIS で扱う地物、地物って読むみたいですね。こんにちはということで、空間情報クラブ、これも多分絡みですかね。でもこのサイト面白そうですね。 AR、VR とかもあったりして、 GIS の話もあったりして、地物とは一般に、地物とは建物、樹木、岩石、自然人口に関わらず地上にある全てのものを地物と言いますと。で、 GIS にはこの地物の概念が入っていて、バスルート、
バスルートも事物に当たるのか。国道、鉄道、高速道路、街路樹も事物。地物か。見え方を制御する。なんかこのサイト結構関連ありそうな感じですよね。中間情報セミナー。ここもちょっとブックマークしておきましょうか。ブックマーク。概要欄にも貼っとくようにします。はい、ちょっと横道にそれましたが、地物の情報、地物の情報が一つ一つメンバーという形で、で、地物の数だけ続いていて、で、シティモデルが終わると、そういう構造になっていると。XML 名前空間の定義ということで、1番、さっきあったこの丸1、これに対応して詳細をそれぞれ書いてくれてるんですね。交通モジュールで入ってますよと。で、名前を、例えば次のようにします。これですね。どこに名前、さまざまなモジュール、ここでは略さずに示している。じゃ、5つのモジュール、5つのモジュール、これがモジュール5、大変なのが大事なのか。建物の追加属性、URO、これか、1.4。アピアランスのことかな。見栄えについての定義。APP。あ、ここに書いてあるね。ここの部分の文字のことを言ってるんですね。URL。あ、ダウンロード終わったっぽいですね。で、建物に関しての定義、基礎的な定義 GML コアというふうになっていると。だんだん上がっていくってことですかね。だこっち側からが根本でどんどん上がっていって、詳しい情報っていうか追加属性ですから、そういうふうになっているっていうことですね。はい、ちょっとダウンロードできたので見てみましょうか。来て見てるんですが、ダウンロードした後、今 ZIP で展開中ですけど、この展開もかなり頑張っていて、まだ時間かかりそうですね。はい、まだダウンロードした後 2.8GB、今一生懸命回答しています。で、いろんな GML、コア、ビルディング、アップがアピアランスっていうことで見栄えですね。で、それから URO、シティ再生技術仕様に基づく建物属性。これが一番すごいのかな？何書いてあるのかな、このサイト。地方創生仕様の、プラットなんかす、す、うんと、表があるだけかな。あ、でもここに仕様でどういうものを、バージョン3.0、2.0ってあるのかな。UR の今2.0だからこれなんですね。プロジェクトの令和3年の成果をパート1、パート2に反映。令和4年のモデルを地下埋没モデルデータの一部改定。バージョンが1.523と上がってきているってことですかね。まあ1.0から始まって、アーカイブ。まあ、1.5になってから公開され始めたのかな、ここ見てると。まあ、それで、今、最新は3.0で、ここのページでは2.0ってなってますね。サーブパッケージ、その中でそれぞれ定義され、IURL も同然いくつかのサブパッケージ、その一つが URL ですと。IUR もどちらも GML を引用しており、GML 定義されたクラスには GML という設定が。こんな風にモデルってすごく大きくなってるんですね。で、今見てるのはこれ。で、これ。ここをインポートして。で、これで、さらにこれをインポートして。このあたりはなかなかさっとはすぐには、このインポートの関係ってすっとは入ってこないですけど、なんか、とにかくちゃんと階層化されているってことですかね。都市モデル、アプリケーションスキームとアプリケーションスキーマの2種類があって、これに関してはこれが入ってきて、これとこれインポートすると GML で読めると。都市モデルの応用スキーマ、応用、まあ、ちゃんと順番が定義されてるっていうのはいいことだと思います。
で、こう、座標系、定理、緯度経度が定義されています。3次元データであると。緯度経度、最小値とか、いろんな細かな情報があって、で、次がテクスチャーですよね。建物に貼り付けられるデータで、LOD、3.4、先の話ですよね。レベルオブディテールの2で説明しますと。これはなんか概要の時出てきて覚えたので。 はい。で、建物の情報は建物、道路、地形、土地利用、こんな風になってるんですね。植生。1.0にはなかったと。で、地物の情報はこうなっていて、集合体でいろいろ入って、ってますよっていう感じですかね。この辺りも結構細かな話になって、クラスとかなってくると、情報が詳しい人はこのクラスっていうのが、まあ変数の化け物っていうとちょっと怒られるかもしれませんが、まあすごく大きな概念で定義されていると。 GML に定義されたクラフ数が一番大きくて汎用的で、で CTGML がまあ都市用に定義されていて、でさらに細かく作ったのがこのピンク色で、この中にはピンク色まだ出てきてませんよね。っていうふうになっていて、今日まだ2の4の4分の2のこの真ん中あたりですね。1つ目の箱、2つ目の箱、下位クラス、上位クラス、継承。このあたり情報学のクラスの継承とかいうやつですね。このあたり情報屋さんが見るとスッと入るのかもしれません。関連、多重度、ちゃんとモデルのかなり詳細なので、本当の詳細が書いてありますね。クラスっていうのがあって、いろんなものが定義されていると。ここから事物のデータを探るということで、まだまだ先長そうなので、はい、回答終わったか見てみましょう。回答は終わってますね。ダウンロードして、さっき言われたのはこれですよね。ちょっと字がちっちゃいですが、UDX の中のビルディングがあって、ビルディングの中がこんな風な順番になっていて、で、さっき見つけたこれですよね。6441427814まで、27までは一緒なの。22までぐらいまで一緒なのかな。142。142まであって、278だからここか。14247、だからここにそのデータが入っているって言われてると。で、これをテキストエディターで開くと見れますよということで、これちょっと昨日見てた別のプログラムですけど、色はついてくれないですが、まあこんな風な感じで、これで全部なので、この中のどれかがその建物の一つってことですかね。で、建物上から見ていくと、確かに5つぐらいの、さっき見たアプなんとか、UR、シティモデル、R とかがありますね。コアがある。2.0、URF とかなってるね。GML。なんか、綺麗に開業されてなく、なんかざーっと書いてある気がしますね。ここにアップってありますもんね。だから1行ずつ開業されてるんじゃなくて、結構、まあ、機械が基本読み込むっていうことで、丁寧に開業されてなさそうですね。これがあって、これか、コアシティオブジェクトメンバー。確かこれでできましたよね。シティオブジェクトメンバー。一番頭に戻りましょう。あまり細かいことまでわからないんですけど、ここを見てると、座標系の位置の情報があって、テクスチャ、事物の情報、これですよね。4番、コアシティオブジェクトメンバー。これがコアシティオブジェクトメンバーで、ここまでのやつが、だから結構この1番とかに、バウンディッドバイとか、あ、これですか。これもあって、3、
アップアピアランスに関する情報。これはあるけど、これない、アップのデータってないんじゃないのかな。ここの間にアップがあっていいと思うんですけど、ない場合はないってことか。でもまあ、ビルディングの ID があって、ネームイコールキーコード、ビルディングのクラス、ずっとあって、コアメンバーでずっとあって、どこで終わるんだ？ここか。110行。ここからここまでが一つの恥物ってことですかね。結構いろんな要素が入っていて、ここまでが入ってて、これが一つの建物とは限らない事物っていうことになってるってことですかね。これですね。で、これが建物の数だけ続くと。何個あるんですかね。そんなに数なさそうですね。1つ2つしかないってことか、この中には建物ね。私物、もしかするとこれのな事物の中に何個か入ってるのかもしれませんが、まあ、こんな形でダウンロードして本当にあるっていうことが確認できました。はい、ということで、今日はもうこれでもだいぶ長いこと喋っているので、ここぐらいにさせてください。明日じゃなくてもう来週になっちゃいますよね。続きは、行き過ぎたか、3の3、ここからですね。私物データを探るというところから次回から行かせていただきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバース、月火水はスクラッチと機械学習のプログラムを動画で公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。